アンリー・エマニュエリ、アンリー・エマニュエリは、フランスの政治家。フランス議会会員国民議会議長、フランス社会党、第一初期を歴任する。フランスはミッテランの側近であり、社会党でも、古参の国会議員である。ピレネーアトランティック県ーボム生まれ、1978年ランド県選出の、会員国民議会議員として、政界入り。 1981年海外領土担当時間。1983年予算担当時間。1984年消費者、問題担当時間を歴任する。1992年国民議会議長に選出。1993年まで務める。1994年社会党、第一初期に就任。1995年フランス大統領選挙では、 リオネル・ジョスパン首相を大統領候補に擁立し、第1回投票では1位となるが、第2回投票では、ジャック・シラクに逆転を許した。1995年第1初期をジョスパンに譲り、辞任。社会党の不正経理問題で有罪となる。2000年政界に復帰する。ミッテランが死ぬまで、その忠実な側近として仕えた。社会党内では左派に位置し、 2005年5月の欧州憲法批准問題ではファビウス元首相やダニエル・ミッテラン未亡人らと共に批准反対に回ったフランソワ・ミッテランありがとうございます